よいたろニュースチャンネルです。今回はですね、ハエトリソウ、この食虫植物のハエトリソウに関する興味深い記事が掲載されていましたので、関連サイトと合わせて紹介していきます。はい。記事はこちら、中日新聞からですね、ハエトリソウ、歯の開閉にカルシウムイオン関与、岡崎の、寄生犬が解明とありますね。はい。では、記事を読んでいきます。食虫植物のハエトリソウが歯を閉じて虫を捕らえる仕組みを研究している、基礎生物学研究所のグループは、歯の開閉に細胞内のカルシウムイオンが関与していることを突き止めた。成果は5日付の A オンライン科学誌、ネイチャープランツに掲載された。9月末まで、同研究所所属の大学院生だった須田平久、現埼玉 大学院研究員と、長谷部光康同研究所、教授らを中心としたグループ。ハエトリソウは2つの歯を閉じて虫を捕らえ栄養を吸収する…点々点というふうになりますね。ちょっとその後はゆる記事になってますね。読みませんでしたが、そういう、このハエトリソウ、この虫、入ってきた虫を捕まえて溶かしてしまうんですけど、なぜ閉じるのか、どういうふうに閉じるのかということを研究、このグループが研究していて、その開閉にカルシウムイオンが関与していることを突き止めたということなんですね。はい。こちらですね、この基礎生物学研究所のホームページ、こちらになりますが、こんな感じですね。はい、こういう感じでできています。まあ、こう、いろいろ記事が研究され、掲載されているんですが、その中のですね、ヘッドラインニュースの2つ目にこれます。2020年10月6日、食虫植物ハエトリソウの記憶の仕組みを解明であります。こんな感じですね。プレスリリースでやってます。はい。ではこちらですね、こんな感じでやってますので、合わせて紹介していきます。はい。これですね、食虫植物ハエトリソウの記憶の仕組みを解明でありますね。ね、ちょっといきまして、食虫植物は歯で小動物を誘引、捕獲、消化、吸収し栄養としています。ハエトリソウはアメリカ合衆国のノースカロライナ州とサウスカロライナ州だけに分布する食虫植物です。ただこう変形品種としても世界中になるとは思うんですがね。はい。で、2つ折りになった歯の上下に、毛、感覚毛が生えており、1回触っただけでは閉じませんが、30秒以内にもう1回触ると約 0.3 秒で閉じ、小動物は3秒で食べてしまいます。ほう、ちょっと、こんな感じで当たっておきますね。あ、1回じゃダメなんですね。30秒以内に同じような感覚でもう1回あると、こうパタッと閉じるということですね。はい。このことは最初の刺激を30秒間記憶していることを示しています。脳も神経もない植物が記憶することから、その仕組みは広く興味が持たれ、多くの研究者が研究を行ってきました。そして1988年にドイツのホーディックとシーバースはカルシウムイオン濃度変化が関与しているのではないかという仮説を提唱しました。これが図の2。あ、こんな感じですね。はい。刺激1回目、2回目で、こうなる。こんな感じですね。まあ、カルシウムの濃度がこんな感じに変化することで、パタッと閉じるのではないか。まあ、仮説ということで出てきましたね。はい。戻ります。こうですね。はい。で、しかし、ハエトリソウでカルシウムイオン濃度を細胞にダメージを与えずに測定する方法がなく、真偽が不明でした。基礎生物学研究所の須田平久大学院生、間野博明特任助教、特任助教ですか、玉田洋介助教、で長谷部光康教授らを中心とした研究グループは、ハエトリソウへの遺伝子導入技術、外来遺伝子を生物に導入する技術を確立し、カルシウムイオンと結合して、緑色緑色蛍光を発するタンパク質の遺伝子をハエトリソウに導入しました。ほう。で、そして細胞内カルシウムイオン濃度変化を可視化することに成功しました。その結果、1回目の刺激で過剰なカルシウムイオン濃度が上昇し、2回目の刺激で1回目の細胞内カルシウムイオン濃度上昇濃度に上乗せして、さらにカルシウムイオンが濃度が上昇、域値を超えることで歯が閉じることを発見しました。ああ、なるほど。そういうことだ。ちょっと図さん見てみて、こんな感じですね。1回目だとこういう感じ。で、濃度が減、ああ、ちょっと濃度が減少する。で、2回目でこう刺激が来るとパタンと閉じる。ああ、なるほど。これで急激に増えたことで1回目記憶をして、それでこんな感じですね。でもこれがちょっと減ったことによって、減少する。で、さらにこの刺激が加わると、カルシウムの濃度が急激に上がって、パタンと閉じると。ああ、なるほど、そういうことで、この秒数などもこんな感じで測定されている。まあ、10秒ぐらい、9秒、ちょっとで反応があったということなんですね。こう、ちょっと記事を読んでみましょうですね。はい。これですね。で、一方、1回目の刺激で上昇した細胞内カルシウムイオン濃度は時間とともに減少し、ホーディックとシーバスの仮説のように約30秒を超えると2回目の刺激を与えても細胞内カルシウムイオン濃度が域値を超えないために歯が閉じないことが分かりました。この観察結果からハエトリソウの記憶がカルシウムイオン濃度変化によって説明できることが分かりました。はい。今後は接触刺激がどのような仕組みでカルシウムイオン濃度を変化させるか、変化したカルシウムイオン濃度がどのように運動を引き起こすか、そしてハエトリソウの速い運動は普通の植物と何を変えることで刺
進化できたのかを解明することが課題です。です将来的には動かない普通の植物を動くようにできるかもしれません。最後ちょっとね、微妙なところがありますけど、そういう研究を続けている。とりあえず今回はこの、カルシウム濃度の変化によって動くんだということが分かった。ただ、その後もこういろんな課題を研究中ということなんだそうですね。こんな感じになっています。なかなか興味深いところですね。で、一応この、名前がいくつかありますと、この記事内にもありましたけど、一応メインで研究しているこの、須田開く大学院生、まあ、ここですね。現在埼玉大学、埼玉大大学院の研究員、まあ、9月末まで、ついこの間まで研究員の大学生たちが、現在埼玉大学の大学院の方に行ってますよということなんですが、まずこの須田さんが中心となって、研究していて、その他のこの、教授などが協力してということなんだと思います。はい。ちょっとこの、細胞内にこうなんかこう色をつけるようなと、確かの医学、医療の分野でも何かこうあったように思うんですが、それをおそらくこの活用したということなんでしょうか。ちょっとですね、詳しくは分からないんですが、だからこういうふうに可視化できたということで、この仮説が証明できたということなん、ことなのでしょうね。こんな感じです。はい。それでどうだというのはなかなか難しいんですけど、そういうのがこの続きですね、今後のこの研究ですね、植物に対するこのいろんなこの刺激といいますか、作用がそれにつながっていくのではないかというのを思いますね。個人的にはこうですね、イグノーベル賞って皆さんご存知でしょうか。ノーベル賞のはちょっと変わったこの研究ですとか、開発に関するものに与えるイグノーベル賞があるんですが、それにこの来年度、これ選ばれないかなというふうにちょっと興味深く思って、今年もなんですかね、ワニにこの、ボイスチェンジャーですね、ワニの声を変化させるということで、日本人の方が受賞してましたけど、来年のこのイグノーベル賞受賞、このハイドルスの研究が受賞したら面白いかなというふうには個人的には思っています。はい。では今回紹介したこの記事ですとか、関連サイトなどは、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひクリックして読んでみて、こちらですね、ずっと下の方に行きますと、さらに詳しいこちらの、映像ですとか、詳しいプレスリリースもありますので、ぜひ読んでみてはいかがかなというふうに思います。はい。では今後もこうした形で、聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。